大仏寺は、中華人民共和国石膏省商工指針、政さ県にある仏教寺院。当新英和年間の構想の曇り光により、創建された。当時は、インタケ寺と称した。南西の英明治四年、宗森は未戦隊部裁和の崖壁に仏光が現れたのを見て、そして静願してその岸壁に、魅力物の大像を掘り始めたが、森の臨重の前には完成しなかった。 宗し区は彫刻を続けているが、まだ完成することはなかった。寮の天官六年、寮の建安王、昭尉サムが、宗優を派遣して、仏像彫刻などの工事を行わせ、天官十五年に完成した。当代の開庄五年、随造閣を混流。当の広脇年間の戦乱の仮難で、寺は全焼した。五代十国の皇寮の開兵元年に岩木寺は、火災によって、 建物をすべて消失した。五越の天保二年、千竜より、再建資金八千万千が玉物組みされたが、いよいよ六宝くと、伝武三百余館も、千竜の地性に混流されている。千竜から、水蔵寺の名を玉物組みされた。宋代の大中幸福元年、放送寺の名を玉割った。秋代の後部年間、石本家寺と改称。永楽九年。 六角と解消。新大の後紀年間、南明寺と解消。南豊か年間に寺は再度消失する。高所年間は寺院を重修した。大仏寺と解消。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。2006年、石膏省人民政府は仏寺を、石膏省重点文物保護単位に認定した。 2013年、中華人民共和国国務院は仏寺を全国重点文物保護単位に認定した。天皇殿、西鳳殿、太友宝殿、大仏殿、地蔵殿、増強楼、陰鶴楼、千仏院、寺者宝刀。ありがとうございます。